ポーカーフェイス、それ褒められてるんだ。プライドだ。今さらそんなもん関係ねえ。俺と一緒にリズムに乗ろうぜ。コンビネーションでいくぞ。はい、皆さん、今月の目玉です。今回は久しぶりのテニラビのガチャ動画です。今回はですね、こちらのパレードガチャパート2の方を引いていこうと思います。こちら押したりゆうしくんのウルトラレアのカードが来てくれたので、もうこれをね、絶対に今回は貫突をすべく11枚揃えていこうと思います。で、今回はですね、押したりくんに続いて、あの SS レアプラスなんですけど、アトベ様のカードも来てるので、これもうどちらを引いてもさ、私はウハウハになるという、そんなガチャになってます。今回あと2人はこちら神尾明くんと南健太郎くんですね。どちらも SSR プラスになっています。でもね、今回はちょっと私は本当にオスタリ君、念願のオスタリ君のウルトラレアなので、これにね、もうフォーカスを、照準をね、こう定めて引いていきたいと思います。やっと来たよ、よかった、本当に乱暴がなくてよかった。はい、で、今回はですね、こちらのガチャが初回10連無料なので、こちらでね、結構これ引いてる人いるので、ここでちょっとね、一番引いておきたいと思います。あ、そうだ、このガチャなんですけど、最終的にはね、本当に自力ができなかったら、まあ、救済措置みたいな感じで、あの石をね、プリンスクリスタルを集めるとね、1枚もらえるっていうね、ボイスはないんだけどもらえるっていう、そういうね、素敵な救済措置がありまして、でウルトラレアは300個必要なんですね。で、今回のステップアップガチャを、5セット全部引くと、計算したんですけど、315貯まるんですよ。なので、ステップアップガチャ5セットで1枚も出なくても1枚はもらえるということで、まあ5万円課金で1枚は確定しているということですね。さあ、それではね、前置きはこの辺にしまして、まずはこちらの初回無料の10連を引いていきます。はあ、お願いします。いや、これ出ない、出ること少ないんだよね。1球入魂、オーストリー君来てくれ。あ、いいローリングじゃない、ちょっと待って、 あまだわからん。いけ、入魂、どんどん行くよ、どんどん行くんだ。あはい、いや、ここで分かっちゃうんだよ。飛ばします。今回はね、サクサク行かないといけないので。かーくー、初回10連で SR 来てくれたことはね、あの昔の前にやった時のね、龍馬くんだけだったんだよね。1年前かな。はい。じゃあ、それではね、もうすでにね、1万円課金をして、優勝ビートストーンがね、16,300溜まってる状態ですので、ステップアップガチャの方を引いていきたいと思います。さあ、行くぞ。まずは3回。いけい、お願いします。か、まあ3回だからね。一球、入魂、どんどん行くよ。どんどん行っちゃうぞ。光って。なあはい、飛ばします。もうこの辺はね、ちょっともうサクサクいかないと、今回5セットあるから。さあ、次10連ステップ2、ここからね、 SR 以上が確定していきます。いきましょう、お願いします。なあ大丈夫。一球入魂、どんどん行くよ、どんどん行っちゃうんだ。くあ、今回でも SR ないんだよ。飛ばします。はい、ここで10個もらえて、次、まあステップ3まではここは本当に運なので、ステップ4、ステップ4からよ。問題はここまでは出たらいいなっていうぐらいのガチャです。お願いします、お願いします、お願いします。1球入魂、どんどん行くよ、どんどん行っちゃうんだ。お願いします、マジでお願いします。あのね、あの1セットにつき2枚くれば、今3枚やんなかった、女児なの、平等院先輩、はあ、ダビデ、はあ、知念くん、はあ、俺と一緒にリズムに乗ろうぜ。神尾くん、神尾くん、ありがとう、来てくれました、ありがとう。俺と一緒に
やばい、やばいぞこれ、やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、やばいぞ、大丈夫、ありがとう神尾くん。あー2枚だったかな、んか3枚キラッとしたのが私は見えたんですけど、あれは錯覚だったか。いやちょっとお願いしたい、本当にやばい、ここで神尾くん2枚。ポーカーフェイス、それ褒められとるんかい。よし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 、かっこいい、ちょっと待って、すごいよ、待ってパレードしてるじゃん、後ろに花火打ち上がってる、かっこいい、ちょっと待って、ありがとうございます、おっさりくん、いいペース、ありがとうございます。まずは神尾くん、 SSR ブラスの神尾くん来てくれました。いや素晴らしい素晴らしい、今回 UR と SSR が3枚合計3枚も来てくれました。いやこれ神尾くん今回すごいよね、このエレクトリカル感が凄まじいことになってますけど、いやまあ5周年ってすごいよね、こんなにねサービスが続くのってすごいことらしいよ、もう本当に5周年続いてくれてありがとうございます。5周年続いてくれたおかげでこんなにかっこいいおしたりくんを見れることができました。いやマジで王子様じゃん、かっこいい。さあでもね私のゴールはねここじゃないんですよ、ここから貫突まで目指してるから合計11枚引かなきゃいけないです。なので今1枚引いたのであとは、10枚目指して引いていこうと思います。5セットあるので1セットにつき2枚引いてれば貫突いけるってことですよ。貫突もね現実視野に入ってきました。さあというわけでこっからよ、勝負はこっから、あよし、あ全部よしなんだ、そうだ、1球、入魂 SSR プラス以上だからね、ここは大丈夫なんです。誰が来るかだよね、さっき赤いモヤだった、あ1枚かな、赤いモヤだったらいいんだよ、あ君様、あダビデ、知念くん、あ知念くんデジャブ、いやマジドキドキする、もう今回本当に課金をねするっていう覚悟があるから今心をまあギャある意味心穏やかなんですけど、はっ、今さらそんなもん関係ねえ、アトレ様、アトレ様来ました、えちょっと待って、赤、えどっちも赤だった、さっき押したりくん赤じゃなかったっけ、こりゃわからんくなってきました。いや嘘、すごいな、ワンセット目で3人も来てくれるなんて、はい、アトベ様です、うわかっこいいな、アトベ様これ上黒なんだ、俯瞰のアングルで見れてますよ。いや今回のガチャねすごいんだよ、オスタリ君とアトベ様がね一緒に来るってね、えぐいことですよ。ちょっと待って、オスタリ君って何色だった、さっき赤じゃなかった、いや赤だよ、ちょっと赤レッドって書いてある、アトベ様もレッドなんだ、やばいな、ちょっと待って、モヤモヤがどちらかによって判断していたんですけれど、それがちょっと怪しくなりました。次ウルトラレア出現率アップしてますよ、これでオスタリ君を引くっきゃない、いきます、ステップサイズ1球入魂、どんどんいくよ、どんどんいくんだ、ここ虹に光るのはもうデフォになってるからね、あとは何枚引けるかですよ。ここでオスタリ君引いておきたい。え ?1 枚お願いします。俺と一緒にリズムに乗ろうぜ。神尾くん。神尾くん3枚目。これやばい、神尾明。神尾明貫突の匂いがしてきますね。いや、どうなる?いや、もうなかったか。あ、ダッシュしてるカイドウくん、いやーもうなかったかな、ちょっと待って、ここで2枚引いとかないときついんですよ、あとがきつい、最悪ちょっと10連の方で大変9万円いくことになるんですけど、うっ、ちょっとやばい、ちょっとやばいぞ、ちょっと待って、ちょっと神尾くんキス来すぎではないですか、神尾くん、やばい、ちょっと待って、ワンセット目にして神尾くん4枚、神尾くん貫突のペースでいったらこれは最高ですけど、まあとりあえずお金がなくなったので課金をしてきます。
い、それでは2セット目引いていきます。ちょっともうここすでに1セット目でオスタリク1枚というところで計算が狂ってしまってるんですけど、ここで3枚引いて追いつきたいと思います。ここは出ないか。どんどん行くよ。どんどん行っちゃうんだ。あ、出ないね。もうここで分かっちゃうのが辛いんだよね。はい、次ステップ2、サクサクいきます。なあ、まあまだまだどんどんまだまだダメだよ。ステップ4まではまだまだダメなんですよ。 SR 確定けれどもなんです。あ、こんなに SR 来てくれた。あ、ブンちゃん貫突。さあお次ステップ3引いていきます。石が本当に溶けんの早い。ここでちょっと来てほしかった。どんどん行くよ。どんどん行っちゃうんだ。光、あ、来た。よし、はい、楽しんでます。お願いします。赤いモヤモヤ見せてください。11枚か。タカさん、ガックン、あ、ヒカマルくん、お誕生日おめでとうございます。ジャッカル、ジャッカルくん、あ、タメガシマ先輩、あ、ジャッカルくん。そろそろ戦国くん、あー、立花の先輩、ちょっと待って、ずらすね、大曲先輩。やばい。待って、やばい。どうして、どういうこと。ちょっと待って、神尾くん5枚目来ました。ちょっとどういうこと、大変だ。神尾くんがうちの私が持っているカードの中で一番強くなる確率が今だんだん上がってってるんですけど、さあ次1枚確定しています。お願いします。ステップ4、オスタリくん来てくれ。どんどん。あ、1球入魂しなかったから、1球入魂お願いします。1枚か。お願いします。本当に、うわー、赤や。いや、ちょっとここで3枚出てくれないとこの後がきついんですけど。オスタリくん、ここで来る。オスタリくん大丈夫。ちょっと待って、ちょっとここで来てくれないと。本当に課金がステップアップガサに全てをかけてるんですけど、私はで5万払うから。俺と一緒にリズムに乗ろうぜ。ちょっと待って神尾くん、ちょっと待って、もういいです。神尾くんごめんね、ありがとう、ここまで来てくれて本当にありがとうなんだけど、一旦もういいです。一回リズムはちょっと置いといてもらって、一回ちょっと落ち着いてもらって、ステップ5ちょっと本当にお願いします。おしたりくお願いします。はい、いきます。1球入魂、2倍だよ。2倍ということは2枚来てくれる可能性も上がっているということ、お願いします。やばいて、うわ、2枚いた。よし、大丈夫。シンジ、両大先輩、手塚部長、ちょっと待って、待って、神尾くん、本当に待ってください。ちょっと、おっさりくん。ウルトラレアだからか。ウルトラレアはそんなに、やっぱり来てくれるもんじゃない。としてもよ。だとしてもさ、神尾明、来すぎでは。コンビネーションでいくぞ。はい。南健太郎くん、ここで、ステップ2で、2セット目でやっと来てくれました。いや、やばいって。やばいって。ちょっと待って、神尾明くん。ちょっと待って。お金ないから、お金入れてきます。反応しろ、顔。さあ、いきます。3セット目。ここで5枚引いておかないと後がきつい。もうきつくなってる。ステップ1。1球。入魂。どんどん行く。どんどん行っちゃうんだ。あ、ダメだ。飛ばします。くぅ。
やばいって。ステップ2、行くぞ。一級入魂。どんどん行くよ。どんどん行っちゃうんだ。いかん、ダメだ、飛ばします。ちょっと待って、本当に。いや、ステップ3までさ無意味じゃん。プリンスのやつもらえるから無意味じゃないけど、行くぞ。ステップ3、一級入魂お願いします。どんどん行くよ。どんどん行っちゃうんだ。光って、あ、飛ばします。やばいよ。ちょっと待って。よし、次確定してます。ここでオスタルクを3枚以上引くんだ。お願いします、お願いします。テニラビ様、神様、仏様、一級入魂見せてくれ。どんどん行っちゃうんだ。お願いします。本当にここで、ここでオスタルク引かないと。貫突なんて夢のまた夢。1枚リサール、こんなに来て。リサール2枚だったかな。コンビネーションでいくぞ。南くん、南健太郎くん、やばい。やばいかもしれない。ウルトラや貫突したいんですけど、無理かも。このペース本気で無理かもしれない。まだ1枚じゃん。3ステップ目、あ、3セット目、4ステップにして、いまだ1枚。オズタリくん、あー、タリシくん、あっと、うぅ、あ、それ褒められとるんかい。よかった、よかった、よかった。はい、2枚目オズタリくん引きました。あー、よかった。けれども、けれどもだよ。あ、タニシ君飛ばしてごめんね。貫突無理かな。あ、そっか、 B カードももらえるから、300の石で1枚もらうと B カードが1枚もらえるから9枚でいいんだ。だからあと7枚引けばいいんだ。あと7枚引けるか。あと2セットで7枚引けるか。無理では。とりあえず希望を持っていきます。一級入魂来いよ、お願いします。一級入魂。どんどん行くよ。どんどん行っちゃうんだ。お願い、ここで4枚ぐらい来て。4枚ぐらい SSR。 あ、違う、ウルトラレア来て。え、こんな静かに来ることある、未だかつて。これ本当にそれですか。これ本当にステップ5で合ってる。オトバグかな。あれ、ちょっと引きましたよね、私。確定してるやつ引きましたよね。いや、1枚か。あ、今さらそんなもん関係ねえ。あ、トメ様、あ、トメ様でした。くー、ありがとうございます。うわー、ちょっと待って、2枚ずつだ、やばい。ちょっと待って、3万溶けました。ここに来て3万が溶けました。とりあえず課金をします。引きたいので課金をします。4万、4万目です。顔反応しない。顔反応した。さあ、4万円になりました。さあ、それでは4セット目ステップ1見ていきます。お願いします。一級入魂。どんどん行くよ。どんどん行っちゃうんだ。あと7枚引けばいいからさ。あと2ステップで3か4くればいいから。くぁ、ダメだ。ダメだ。ちょっと待って、本当にやばい。ね、奇跡起きて。ステップ2。いきます。起きろ、奇跡。一級、入魂。どんどん行くよ。どんどん行っちゃうんだ。あー。ちょっともうさ、10連の価値よ。10連の価値が薄まっていってる。ステップ3、いきます。10連の価値が薄まるとともに1万円の価値も薄まる。 A 級入魂。いや、本当にどんどん行っちゃうんだ。お願いします。なあ、止まります。いやー、いや、ちょっと待ってよ。ここまでさ、運貯めてきたじゃん、私。いろいろとさ、いろいろと運貯めてきたじゃん。
次確定してます。ここで決めたい。ここで 2,3 枚のおしゃれくん決めたい。一球入魂、どんどんお願いします。3枚ぐらい来い。うわー、はいはいはい、水の光、はい。うわ、1枚か、多分1枚。最近見えるようになってきた。でもさっき1枚だと思ったら2枚だったから違うかもしれない。もう自分が信じられない。何を信じたらいいのか。お願いします。本当に得を手に目立って外れたじゃん。行きたい千秋楽と初日と千秋楽外れたじゃん。凱旋は平日しか取れなかったじゃん。来い、俺と一緒にリズムに乗ろうぜ。やばいやばい、神尾くん、神尾くんやばいよ。ちょっとリズム、そろそろリズム、本当にやめてよ。まあでも神尾くんの問題じゃないからな、私の問題だから。ステップ5いきます。どうにかしたい、どうにか。一球入魂、どんどん行くよ、どんどん行っちゃうんだ。いや本当にウルトラじゃ渋くないですか。本当にお願いします。いる、ガイアスタリくん、ウルトラではえぐいことになってます。ああ、少女を取り扱ってる水木はじめくん。いやマジでちょっと本当にちょっとね、ここ、まあ、5万はいいんだよ。5万円は使って、でウルトラでは3枚になるわけだから。3枚か、3枚って、いやー少ないよ。あ、ちょっと、もうダメだー、待って、ごめん神尾くん、ちょっと止まって、お願いします。神尾くん、どんだけ来るの、貫突しちゃう、貫突しちゃう。ああ終わる、ステップアップガチャが終わる。5万円課金します。ああ、ちょっとおかしいよ、こんなはずではなかった。この時間にやるのがいけなかったのかな。ガチャ引く時間によって出る率が変わるみたいな、そういうのあるみたいな。あ、しかも見て、ギリギリストーン足りた。とりあえず5セット目、最後のセットですよ。ここで引いておきたい。どんどん行くよ。もう貫突は無理ですけど、あ、ごめんなさい、なんか飛ばしちゃった。もうダメだ、ちょっと待って、本当にもうありえない飛ばし方をしてしまった。どうせ来ないだろうっていう私のこの負けた気持ちがいけないんだ、ま、気持ちで負けてる。いきます、ステップ2、一球入魂しろ。人差し指に全てを込める。一球入魂、お願いします。どんどん一円だ、光れ、光らん、飛ばします。待ってよ、本当にやばい本当にやばい。ステップ3、お願いします。ちょっとあと7枚出てくれないと。一球入魂、ワンちゃん7枚来い、7枚。どんどん積んだ。うわー待って、飛ばします。やばいてー、やばいてー。ステップ4、ここでちょっとオスタル君、待って、オスタル君5枚は欲しい。いきます、一球入魂。いや5セット引くのなんて久々だよ。一球入魂、どんどん行くよ、どんどん行っちゃうんだ。お願いします。10個全部スーパーレア来い。お、2枚、行くぜ、行ける行ける行ける。オスタル君お願いします。ここでオスタル君をさ、私はウルトラレア生きときたいねん。それ褒められてるのか。分かってんじゃん、褒めてんじゃん。私がオスタル君をさ、褒めなかった時ある。だからお願いします。来てください。私の持ってる所持カードの中で一番強いカードになって、お願いします。あと1枚あったよね、私は見てたよ。それ褒められてる。
だ。来た。ありがとう、ありがとう、サル君。ここで来るね。ここで何枚目？4枚目？よし。ということは上に丸3って書いてある。今丸3だ。全然貫突にはほど遠いけれども、これをね最低でも丸5にすべく最後のステップアップ5引きます。一級入魂、お願いします。どんどん一つんど、あー、お願いします、お願いします、お願いします。一枚しかないかもしんない。ちょっと待って、本当にお願いします。ちょっと待って、やだやだ、丸三で終わりたくない。丸三では終われない。あ、クワッチサムラカイユジロウくん。ああ、ちょっと待って、ちょっと待って、ええやん、ええやん、ええやん。お二人くん、ありがとうございます。そうだよね、来ないよね、そうだよね。あ、コンビネーション南健太郎2枚目来てたんだ。あ、キラキラレア2枚目来てたんだ。よし、よし、よし、5枚目、5枚引けた。 5万円で5枚引けたぞ。さあ、そしてとりあえずね、え、終わりでしょ。え、あ、そうだ、終わってる。びっくりした、びっくりしました。こっちに変わってるんだ。そんな罠ある。はい、とりあえずもらいに行こう。こちらの交換所に行きまして、325溜まっている計算なんですけど、合ってる？それでよかった？いやー、合ってる！よし、これで交換をします。はい、これでオスタリウシ君を交換しました。そしてもらいます。プレゼントに行き、このオスタリウシ君を受け取りました。虚無の受け取りを完了した後に、カード、サジカードを見に行きます。これでさ、これで、6にはなるわ。6にはなる。この後ね、イベントで B カードがもらえるはずだから、6になります。貫突はできないけどさ、貫突はできないけど、強くなったよ。いや、5ってすごいよ。キラキラになってないけどさ、5ってすごいよ。さあ、ですがまだ終わってないんですよ。私はまだ諦めていない。とりあえず、ファンクラブ1回を引きます。ヨシオビトストーンがかわいそうなことになってるけど。まあ、これは来るわけないので、飛ばしますが、はい。次よ、無償ビートストーンがさ、1万溜まってるから、とりあえず40連を引きます。4回10連を引きます。来い。わからん。わからんぞ。一級、入魂。どんどん行くよ。どんどん1連動。私はまだ希望を捨てていないけど、ともします。もうね、1時間ぐらいガチャをやることになるから。はい、次。もうね、ある石全部使います。一級、入魂。どんどん行くよ。どんどん行っちゃうんだ。もうこの辺は割とワンチャン来いというそういう気持ちでやっています。来ないか、来ないか。全部ね、オスタリクにかけるんですよ。行け、入魂。どんどん行くよ。どんどん行っちゃうんだ。こっから9万円かけるわけにはいかないから。ダメだ、ちょっと待って。あ、1万溶けるの早い、早すぎる。最後の10連行きます。入魂。どんどん行く。これが終わったら私はつつましく行けるから。あー、ダメだ。飛ばします。ま、そんなうまくいかんよね。ですが、ですがゴールデンガチャチケットがここに100万あるんです。100万あるので、これを引いていく。こういうところでね、私はどんどん行くよ。どんどん行っちゃうんだ。ダメか、ダメか。これ来てる？これダメなやつ？ダメなやつだ。あ、でもダメなやつって言っちゃごめんね。はぁ、ガチャとしてはダメなやつだけど、カードとしてはいいやつ。というわけで、このね、ここで使わんで、いつ使うというゴールデンガチャチケットをね、引いていきます。これで100回かかっていくよ。どんどんいっちゃうんだ。いきます。ここで10連いけないの？あのさ、100あるんだったらさ、10連100回、10連10回やらせてほしいんだけど。これをコツコツやっていかないといけないわけ？大変だよ、これ。
どんどん行くよ。おお、あ、そういう飛ばれか、カミオくん。さあ、飛んじゃうんだ。そこも飛んじゃうんだ。カミオくん、これワンチャン、観察あるで。カミオくんが強い、どんどん強いカードになっていく。このゴールデンガチャの量えぐいって、あ、この天使な。ちょっと思わずタップしてしまいましたが、天使の財前が、10枚、貫突。キラキラになりました。天使キラキラになりました。いやーもうダメかもしれない。で、今回エグくないですか？神尾くん、今日の総括ここでしちゃう？今日の総括をここでしますと、神尾くんがまさかの貫突一歩手前。私の持ってる SSR プラスの中で一番強いんじゃないでしょうか。B カードって何？ B カード買えない？頑張ったらさ、ちょっともらえる仕様にしてくれないかな。でもそんなことしたら私ここで5万使ってないからさ。ウルトラレアのこのカードが貫突しにくい。上限突破しにくいことでさ、テニラビがさ、5周年持ったっていうのもあるよね。SSR に代わりまして、B カード、ウルトラレアが今度からは、テニラビの柱になってやっていくんだ。これを6周年、7周年、8周年、9周年、10周年行く頃には、今回のウルトラレアのオジタレ君も、監督ができていることでしょう。で、ちょっとこの諦めモードね。ここでさ、私は、もらえる方ね。報酬、うわぁ期待、はい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 、どんどん行っちゃうんだ。お願いします。誰だい誰だい、あ、俺と一緒にリズムに乗ろうぜ。カミオくん、カミオくん、あなたキラキラなってしまったのね。貫突してしまったのね。ありがとうございます。恐ろしいよ。私さ、テニプリにハマる前ってさ、 お金の使い方こんなんだったっけ。ユミルのように使っている。皆さん人生設計はちゃんとできていますか。どんどん計画通りに人生のライフステージは上がっていってますか。私は一生ここでテニプリの、おーっと来た、テニプリの王子様たちと歩んでいくつもりでしたが、ウルトラリア来てくれ、お願いします。ワンサデ君、赤赤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 赤神尾くんがポイントになっちゃった、ポイントになっちゃった、ひどいよ。エクセンボイってこんなもらえるんだ、貫突したやつって。ねえ、何がいけないの、私のテニラビ何がいけないの、何がいけなくてこんなにこんなに神尾くんが偏るか。グッズで言うとね、モンスタリくん狙いで買ってはいるけどさ、あれ楽しんでる。これやばいぞ。うわー、それが来た。やった来た。やった来た来た。今一番心の底から嬉しいんだ。よし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 、これいけるぞ、いけるぞこれ。ワンちゃんいけるぞ、あと4枚いけるぞ。もうなんかどこをタップしてるのか分からなくなってくるんだよね、これを重ねていると。人差し指が過労死しちゃうよ。ちょっと小指で引いてみよう。小指でいきました今。小指、小指、特になし。小指で引き寄せられたのは東方まさみくんだけでした。ダメだ、ちょっと左手の薬指で引いていきます。このキモい、このキモいガチャ引き方法やばいぞ。あ、おそらく引き当てました。薬指、左手の薬指で最後のゴールデンガチャチケット引きます。どん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 行くんだ。行きます、引かれ。そうだよね。はい。いくつある？チナいくつある今？175か。175か。正直きついっす。175か。はい。ですね。あと約3万円で、おしたりくんのカードをね、もう1枚もらえるということに気づきました。で、今ね、175プリンスクリスタルが溜まってるから、あと125あれば、300に行きます。で、125は、5はさ、毎日の、1日1回のやつでどうにかなるし、まあ、ゴールデンガチャももらえるかなとかなるから、とりあえず120回ね。つまり、12回、10連を。しないといけません。で、12回の10連だと3万ビートストーンがあと必要になります。んで、ここのもうこの時のためと言わんばかりの勝負の石のおまけがあるので、これをね、とりあえずね、この一番上の370以外をとりあえず買って
てプラスこのいつもの1万円のやつ合計ね3万200円ぐらいかなで買えるっぽいです。というわけで私は買っちゃいます。3万でさ行くんだったらさ安いもんじゃん。ただとりあえず私はひよっているので、とりあえず私はねひよっているのでこのおまけ分たちをまずは買っていきます。1万円は後からです。ちょっともうね本当にオスタリ君に対しては全力でいきたい。ここでねちょっと全力を出せないようでは私は一生後悔すると思う。で今7枚引いているわけですよ。丸6になってるのね。覚醒6回分で丸6になってて、あと4回覚醒すればカウントツです。で、そのうちの1回はもう B カードでもらえるということが分かっているので、2枚目はプリンスクリスタルで、だからあと2枚オスタリ君引けばカウントツなんですよ。120連で2枚オスタリ君を引けばカウントツになるんですよ。これは無理なガチャではないよ。私は信じている。ゴールデンガチャチケットでも来てくれたし、いきます、引きます。まずは10連これ合ってるよね、引きます。いけ、入魂、ここで引いていく。いけ、入魂、どんどん行くよ、どんどん行っちゃうんだ。うわ大丈夫です、大丈夫。大変だ。よし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 、お願いします。一球入魂、どんどん行くよ、お願いします。お財布来てくれ。2枚引ければいいんだよ、2枚引ければ。うー、1枚かどれかな。赤みおくん、もう育成ポイントにはならないで。あ、天使みたいなサイレンが育成ポイントになりました。それ褒められてるんかい。よし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 、めちゃくちゃいい感じ、めちゃくちゃいい感じ、めちゃくちゃいい感じです。それではすごくない？てか今んところさ、神尾くんかオスタリ君率がすごいな、こう見ると。よし8枚目よし、あと3枚あと3枚です、あと3枚。1枚は B カードで確定、3万円出せば交換のカードで確定。いいだからあと1枚あと1枚ガチャで引けばいけるんだ。お願いします、あと1枚引いておきたい。あ、3万円は払うからさ、どんどん引いておきたい。どんどん行っちゃうんだ、ダメかな。やばい、来てくれ来てくれ来てください、お願いします。私の本気を、あ、俺と一緒にリズムに乗ろうぜ。排出率、排出率どうなったんねん。やばー、デジャブ、どうなっとんねん、このテレラビのガチャどうなっとんねん。ハストくん、ちょいっと、いや私はね、ちょっと前言撤回の前言撤回の前言撤回、あのスタリ君完凸目指します、絶対に目指す。途中弱気にもなりましたが、よし引きます。うりゃうりゃ、あれ10連あれ、ゆっくりしましょう、ゆっくり押しましょう。はあ、いけ入魂、どんどん行くよ、どんどん行っちゃうんだ。さすがに連続はないか、ないね、飛ばします。よしいい感じ、大丈夫、いい流れだよ。10連お願い、くぅ、いけ入魂、どんどん行くよ、どんどん行っちゃうんだ。光ってくれ。うわぁダメでした。はい大丈夫大丈夫大丈夫、やるっきゃないね、やるっきゃないです。引け入魂、あと1枚来てくれればいいんだよ。引け入魂、
どんどん行くよ。それが難しいんだけどさ、分かってるけど楽しんで、ね、楽しんでよし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 、お願いします。一枚か、お願いします。マジでおしゃれくん来てふっけ、ここで来れば、ここで来れば全ての全てが浄化されるから、お願いします。うわー、おしゃれくん、こっちで来る、こっちで来るか、引き寄せろ、おしゃれくん、自分のウルトラレアを引き寄せるんだ、引き寄せるんだ。あ、俺と一緒に、あー神よ神よくん、いや、どんだけ来んねん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 、ちょっとちょっと、神尾くん、貴重な貴重なレアバッグが、私今頃さ、おふさるくんこんぐらい来てくれたからいいけどさ、今さ、これ私が後で様貫突狙ってたら大変なことになってますよ。さあ、諦めずに行くんだ、あと65、あと65、いけ、見えかん、もう何十連目かわかんないね、くぁ、ダメだ、いけ、入館、どんどん行くよ、どんどん行っちゃうんだ、負けるでない、うわぁ、飛ばせます、く、やばい、いけ、入館、はぁ、はぁ、いけ、入館、どんどん行くよ、どんどん行っちゃうんだ、お願い、がぁ、ダメだ、あと一枚来てくれればいいんですよ。お願いします。あ、お金ないや。8万円か。恐ろしいわ。恐ろしすぎる。あと40連で、なんとか引いてみせる。よし。一級。入魂か、負けるな。一級。入魂、どんどん行くよ。どんどん行っちゃうんだ。ドアやばい、やばいよ、大丈夫、いきます、うりゃ、あ、来た、よし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 、神様、仏様、天選び様、乙女様、すべての神様、お願いします、テリプリの神様、この御嶽先生、お願いします。一級入魂、どんどん行くよ、どんどん行っちゃうんだ、よし、お願いします。1個かな、この1個にかけるしかない、赤いホヤホヤ来てくれ、赤いホヤホヤ、ヨモくん、お願いします、本当にお願いします、お願いします、もう全てをかけてるんです、年末恒例に、おそらくのウルトラレアにかけてるんです、初めての初めてのウルトラレア監督、おー、21条先輩いっぱい来る、デジャビュー、はぁ、やばい、来るか、コンビネーションで行くぞ、コンビネーションできちゃった、はぁ、あ、見ないけど、久しぶり、めちゃくちゃ久しぶりじゃん、ここに来て、ここに来て、みなみくん、あと2回引いて、5回どっかで引いて、で、おさえくんを1枚出せば完璧、これで完璧になるんだ、お願いします、引き入魂、出したい、ダメか、いけ、入魂、どんどん行くよ、どんどん行っちゃうんだ、うわー、ダメだ、ラスト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 、ついにラスト、行きます、あー、やばい、いけ、入魂、うんっしゃー、ちょっとここで行きたい、お願いします、一級、待って、一級入魂、どんどん行くよ、どんどん行っちゃうんだ、分かっとるやろ、分かっとるやろ、テイラミさん、一個か、それ褒められとるんかい、やりました、吐きそう、
吐きそうだわ。ああ、貫突だ。貫突が見えた。貫突が見えた。8万円だ。だよね。貫突だよね。まだ貫突じゃないけど、B カードもらって、あと5回、5回どっかでガチャ引いて、ゴールデンガチャチケットってもらえたっけ？どっかで買えたっけ？ちょっと見ますね。ちょっと見ます。やばくない？やばい！よかった。ファンクラブポイント交換所ではもらえたかい？そう思った。もらえない。もらえないや。もらえないです。とりあえず、期間限定ガチャ行って、295あるの確かめて、アイテムショップ行って、いや、ゴルガチャもらえないか。ゴルガチャなんて、そうだよね。レアガチャだよね。ゴルガチャは？ゴルガチャはどっかでいただくしかない。とりあえず、カード見に行く。で、8あることを確認し、8ある！よし、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 よし！で、こっからはちょっと作業が必要なので、一旦時空が歪みます。それでは、作業後の私に、テレポーテーションします。皆さん、時のエトランジしてください。それでは。はい。それでは、2日後になりました。昨日ですね、1回、ファンクラブ特典のガチャを引きまして、残り4回ガチャを引けば、プリンスクリスタルが溜まって、カードがもらえることになりました。なので、ちょっと今から4回分引いていきます。まずは、ファンクラブ特典1日1回。どんどん行くよ。はい。それでは、あとは3回ですね。こちらのゴールデンガチャチケットを3枚貯めてきたので、負けなしの3枚で。引いていきます。もうちょっと飛ばしていきます。この3枚で当たることは多分ないので。そしてプレゼント欄からこちらのプリンスクリスタルをすべて受け取ります。期間限定ガチャ交換所に行き、ノスタリクを交換します。ドゥン。はい、これで10枚目のオスタリクになりました。いや、無駄がない、無駄がないですよ、ここまで。そして、はい、ここで上限突破。もう B カードはすでにもらっているので、これですよ、この上限突破。これで貫突になります。いきますよ、はあ、上限突破する。いきます。変顔だよな。いきました。オスタリウス君のウルトラレアカードがこちら、上限突破貫突しました。モーションはあんま変わんないね。はい、それでこちらですね、私が今持っているカードの中で一番強いカードがこのウルトラレアのオスタリ君の貫突のカードになりました。いや、その隣に当たり前のようにいる神尾君の貫突のこのSSR プラスもちょっと受けるんですけど、思わぬ副産物でしたね。今回まあ3日かけてオスタリ君のウルトラレア、初ウルトラレアのカードを貫突することができました。いや、もうほんとここまでね、多分動画1時間ぐらいになってると思うんですけど、ここまで見てくれた人いるかな。いたら本当にありがとうございます。この本当に長々と戦ってしまいました。おかげさまでオスタリ君ウルトラレア貫突することができました。今後はね、このオスタリ君と一緒にテニラビまだまだ楽しんでいこうと思います。はい、それではここまでご視聴いただき本当にありがとうございました。また次の動画でもお会いしましょう。お相手は目玉でした。バイバーイ。